題をしている方が多いので、西洋医学ってどういう世界かってお話ししたいんですけど、例えば石田さんがね、40度の熱が出て、ガラリーじゃないですか、熱40度も出てれば、ね、で日本だと病院行ったら熱下げる薬出されたりとかするわけですよ。だから西洋医学の世界、イギリスならイギリス行った時に40度で熱が出て病院行ったら、お医者さんがどんな対応するかご存知ですか？高くていけないですね。いや、高くていけない。イギリスは基本的にほぼ無料です。無料です。イギリスは無料です。高くていけないようなことはあります。ヨーロッパはほとんど無料の国があるんです。だからそこ知らないですよね。知らないですよ。どういう対応されるかご存知です。こういうの知ってる方います？帰って寝てる。そうそうそう、家帰って寝ててって言われて終わりですよ。薬1錠も出てきません。薬1錠も出てきません。これが西洋医学です。